こんにちは細木かおりです今日も YouTube チャンネル始めますすごいですね今日はファミリー感満載で <laughs> 今日は、えー、ちょっとうちの次女りなちゃんからご報告が<う>あら白春 <laughs> ご報告がありますどうぞえっとこのたびこの度？びなになに社会見とかじゃないからなに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  あの今回 <laughs> 今回, <laughs> 今回とあるオーディションの一時審査に通過しました。おめでとうございます。<noise> 何っていうのはあれなんですけど、ちょっと割とリナがこうすごく目指しててやりたいって言ってた大きなオーディションにまず一時通過しましたので、まあ良かったなとは。 思ってます <laughs> ご今。今回、今回、今回、受かったんだよね、あーちゃん。今回。今回 <laughs> 全然、全然、全然分かんないですけど。<回>どういう、ういう系の何の。まあ、リナはほら、<回> K-pop の、<回> K-pop のね、アイドルを目指してて、で、ええー、まあ日本の<回>ええー、事務所と、<回>ちょっと、ちょっと大丈夫ですか？<回> <laughs> はい。ありがとう。あの日本のまあ大きい事務所さんと。 えー、韓国の、えー、大きい事務所さんの、まあ、東京、えー、支部みたいな、まあ、そこが、えー、コラボした、えー、オーディションなんですけど、まあ、それに応募してたんですよだけどまあ,あの相当大きいものなんでそもそもちょっと受かるかどうか、えー、本人もなかなか厳しいであろうと思いながらも、まあ、チャレンジしたんですけどそれで、まあ、結局、まあ、いろんな勉強も含め えー、この方は、えー、韓国に行きたいとずっと言ってたじゃないですか皆さんの前でも。でまあちょっとコロナの影響もありつつ、えー、伸ばし伸ばしにしてたんですけど予防,も、ね、<laughs> 予防セッションはね2回打ち終わりましたし、えーまあ、韓国の方でも、えー、そういうレッスンとか合格道なんかもスタートしていろいろ留学生の受け入れをできるということだったんで8月にね韓国に実は行ってまして。 えどうどうなんですかその韓国に来た時の感じは気持ちは帰りたかったです。<laughs> <laughs> 隔離とかがあってその隔離が二週間その隔離期間中が一番大変でもう毎日帰りたかった。何で来たんだろう。<laughs> すごいんてた。すごかったよもう。まあすごかったですよ。まあ行くってなってまあ私はちょっとまあそもそもねまあ本人の希望だからまあ当然行かすっていうことには決めてたけどまあだん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 不安になってきたんですよね。 でも私は絶対大丈夫だからみたいなもう単価切ってるぐらいすごい強みな感じだったくせにまあだんだん韓国に出国するっていう日が近づいてまあ当然 PCR 検査、えー、した時にこう熱出たんですよこの人で1回目出なきゃいけないっていう日にちに熱が出ていけなかったんですよでそれはあのいろいろ調べたら当然コロナでもないしインフルエンザとかそういうのでもないし、まあ、調べに調べたところ原因が先生もわからないと。 おそらく毎週、えーまあ、出国するにあたってちょっとビビり始めたんですよね <laughs> だん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 ちょっと不安になってちょっとブルーな感じだったねえでも前日はまではまだ良かったの全然実感もないし、うん、全然余裕みたいな感じだったんだけど <laughs> 当日が一番あれなの、うん、当日そう、ね、空港着いた時とか、ね、いや今日のやめようかな <laughs> <laughs> 空港でも泣いてるし なんかもうちょっと私もそうそうそういやなんかやっぱりいざ出すとなるとすごいやっぱ今こういう状況だしね私たちもほら韓国だったら普通だったらね2時間とかまあそんな2,3時間できるからと思うけどいやでもなかなかねそういうこともできないしすごい涙の別れみたいなね英語 <laughs> でねもうこれでまた半年会えないんだわなんて思っていう感じだったんですよそれでまあ行ったんだけどねでもまあ大変ですよその着いたその夜にもう でですから電話で <laughs> <laughs> 隔離施設に入れたのも夜で,でその隔離施設っていうのも、えーまあ、ビジネスホテルみたいなえホテルなんだけどそのホテルを、まあ、要は保健所みたいな管轄になってて誰とも会話できないし、まあ、連絡するのもね通常みたいにフロントに連絡するってわけにいかないんで。 あまあ、そういう担当のコーディネーターの方と連絡をするんだけど、まあ、なかなかリアルタイムで簡単に帰ってこないしそこで夜この人はなんか事件を起こしちゃったわけですよ。タコ足コンセントを刺したら刺した瞬間にバンってなって<え>そっからエアコンもつかないしなんか部屋についてる電話も切れててコンセンセト全,だ全部,よ部屋の電気はついてるけどそれ以外コンセントが全部使えなくなっちゃって。うん 携帯の充電もなくなっちゃいそうだしこのまま次の日まで行ったら充電なくなっちゃうかもしれない誰とも連絡ができないみたいな,ないもうすごいよこの世の終わりみたいな感じだったからね電話で「もう私は充電もないしもうこれで誰とも連絡できないし」みたいな「天気もつかないし」みたいな「もう帰りたい帰りたい」とか大騒ぎよ。<laughs> 来てはいいけななかったたんだみたいな <laughs> そ,うそれで、まあ、いろんなことがあったんだけどでもたまたま同じ隔離同時に同じ隔離施設に入った27歳のお姉さんがいてでその方は語学で、えー、韓国にいらしたらしいんだけど、まあ、すごくこう助けてくれたみたいなリナのことを、うん、隔離施設から寮に行くまでも一緒にタクシーで行ってくれたりとか,だ,かだいぶね寮に着いた日もお姉さんたちの部屋に遊びに行ったりとか。うん ずっと四人で遊んだりとか、うん。なんですけど、韓国に留学中の間に、合格しましたっていう通知が来たんですよ。あ、向こうに来てる間にそう。本当は半年、えー、向こうにいて、いろいろ学ぶ予定だったんですけど。まあ、一時通過しましたっていうまさかの大きなニュースが舞い込んできて。うん、え、みたいな、まさか、それ、まあ、通る。って思わないっていうのもあれなんだけど、親からしても。<laughs> まあ、それぐらい、まあ。 大きい感じだったんででまあそれに通ったんでとなるともうちょっともうすぐ11月末とか、まあ、12月頭ぐらいには2時が始まるんで、まあ、早く帰ってきてこっちでその2時のオーディションに向けてトレーニングを積んだりとか準備をした方がいいんじゃないかということでまあ8月行きましたけど今最近帰ってきたんです。オオーーデディィシショョンンは次のオーディションは何すとか決まってるんですか 今のところは、ダンス、歌ラップ、三つって言われてます。ダンスはわかるよ、見たことあるから。歌ラップ。やったことなくて。<laughs> 本当にやばいよね。やばいんじゃない。どう、どうなるの、みやちゃん的には。いやー、怖い、ま、やったことない。ことを、人前で披露するのが。ちょっと怖いけど。今までほら、この子もオーディションは何回も受けてきたけど、すべてやっぱダンスで。ダンスだけでやってるから。対面が。 初めてぐらい、うん、そう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 でちょうどだから今日からレッスンが<あ>あ<の>今日から今日から何のレッスンですかえーと今日はあのぼ、えー、とボイトレえまあ、だからラップまでちょっと行くか分かんないんですけど<ー>一応もう初めてあのボイストレの先生とにご挨いさつ行ってでそこから今日からちょっと集中的にレッスンが始まるっていう感じですどんなどんな人教えてくれるんですかもう私もそんなほらどこにね習いに行くって分からないからまず電話したよね愛ちゃんに。<う> <laughs> 習いに行かしたらいいだろうって電話したら愛、まあ、ちゃんがすぐあ「いい先生いるから」って言って紹介してくれて言っていいのかなあの今井正輝さ,さんっていう方にあのお願いをしてそれであのちょっと集中的に、えー、そこまでになんとかレッスンお願いしたいんですけどっていうことで、えーまあ、そこでちょっとレッスンさせようかなと思ってうーん、うん、まあね今回本当にあに今日の夜からっていう感じです初めましてでえめちゃくちゃ緊張してます怖いなんか。 どうどうなったのそれそのオーディションってえ全くわからないんですよ、うん、どういうものかがえどういう感じで進んでいくとかわからないけど、うん、あ自分がだから目指したい、うん、まあその韓国の事務所が絡んでたクラブだねこんなチャンスはないと思って、うん、受けてみるしかない挑戦、うん、で受けましたえじゃあそのその後 一月ぐらいの間にやらなきゃいけないことは、うん、タフタとラップとあとダイエット、うん、ダイエット <laughs> 空港で会った時丸くなったなーと思ったの顔が <laughs> <laughs> え痩せその戻ってきてからちょっと痩せたの痩せたんですよあちょっと痩せましたね戻ってきてからはうん、うん、もう隔離の期間入れてやっぱりもう二週間ぐらいは全然立ってるんで今まあそういうものをこう二人でいつもこう考えながらまあメニューを一緒に考えながらやってますけど。 じゃあこの見てる人たちに意気込みを意気込みを二次審査も合格できるようにレッスン、ダイエット、頑張ります <laughs> 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 はい、頑張ります <laughs> <laughs> ためになる話や私のプライベートを公開しています高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします